メインになりたい場合に先にプロパーを打つってことがよくあるんだよね。これね、あるところで非常によく起きるんだ。熱血コンサル基礎産業。これまで保証協会融資のみの取引を3行としていたのですが、金額でメインとなっている銀行ではないサブバンクが初めてプロパー融資を出してくれるということはあるのでしょうか。サブバンクに行くとメインさんはどう考えていますかと聞かれることが多いと聞きましたが、それでもメインがまだプロパーを出したことがない中でもサブバンクが積極的にプロパーで融資をしてくれるというのはどんな場合なのでしょうか。これね、一番ポピュラーなパターンでいくと、メイン志向の場合っていうふうに言うんだよ、専門用語でね。例えば、メインバンクが5000万融資してて、サブバンクが2000万融資しとったとしようか。で、5000万も2000万も保証協会付き融資だったということでしょうか。そうすると、この5000万の保証協会付きを取りに行きたいっていうふうに考えるわけだよね。そうすると、1000万プロパーを打ったとしようか。そうするとその2年後にこの会社のメインバンクの残高が4000万になっとったとしょうか。そうすると4000万の保証協会が減った部分の反復分、折り返しのその1000万をサブバンクが取りに行くというふうになると、4000足す4000でメインと平行みたいな感じになるよね。その時にプロパーが1000万出てるからうちの方がメインだというふうな考え方になる。メインになりたい場合に先にプロパーを打つってことがよくあるんだよね。これね、あるところで非常によく起きるんだ。これ何かというと、例えば広島県の尾道市三原市っていうと、隣の C 銀行との境界線の狭間みたいなねところなんだよね。ということは、岡山を地盤としとる C 銀行からすると H 銀行の地盤が欲しいじゃん か。そうなってくると、その C 銀行の尾道支店とか三原支店とかそういったところはメインの H 銀行のそのシェアを奪いに行きたいっていうことがあるから、今さっきみたいなことが起きてくるということだよね。じゃあ逆にそういうふうなわけにいかないというか、どういうふうにまあメインバンクとしては防衛をしてるかという話になるんだけど、やっぱり減った分を早く折り返してんだよな。1年間に1回必ず訪問してくる会社っていうのは結構いい会社なんだよ、実言うと。むちゃくちゃいい会社かむちゃくちゃ悪い会社のどっちかっていうことになるよね。まあ2回とかね、月に2回来る銀行員が実を言うとよく来る銀行員の指標っていうのがあるんだよね。これ、ね、信用金庫でそうだっていうから、まあ、地方銀行だったら3ヶ月に1回とかね、そんな話になるんだろうね。だからその時にやっぱり資産表を見た中で減った分をじゃあ折り返していきましょうというところをプロパーで取りに行くっていうことになるよね。これね、あるところで決まってんだよ、もうすでにね。 H 銀行のその法人障害、まあ、当時は法人障害って言ってた、外回りの人間っていうのは主要取引先、俺ね多分100ぐらい持ってたんだよね、取引先をね。その中でも上から30先とかいうところの財務入力とかもう全部してるんだよ。残高推移っていうところを見てて、で大体まあ3月と9月かの時にこの会社をその半年間でいくら資金を打つと、方向性としてはメインになるとか、メイン堅持で現状維持撤退っていう、大体まあ4つがあって、でその撤退っていうのはまあよく言う回収方針だよね。だから今度逆だよ、自分がこうぶつけていくんだよサブバンクに、ね、いうふうにもう全部こう色分けされてるんだよね、実は。でそれを上司と君男とかと決めるんだよね。でも積極的な支店長だったらもう全部メイン志向で行けみたいな、全部取りに行けみたいな、30先全部取りに行けみたいな。そうなると H 銀行三原支店の市場人気っていうのがぐわーっと上がるわけよ。もうやりやすいわけ、外回りも。もう支店長が支店長が言ってね、いいようにしてくれるみたいな話になるわけよ。君男の前の宇川さんって支店長は本当にわけがわからんことしか言わない支店長だったんだけど、その辺はすごい人でものすごい積極的に出してたよね。だからめっちゃ人気あったよ。でそれが君男の代になるとやっぱ主力取引先しか行かなくなるから、その主力のところだけまあ上から例えば全体で見て、まあ俺が30だから他2人も30持ってるわけよと言ったら、90先を700社中90先の中の例えば3分の1とか30社ぐらいしか抑えてないんだよね、君男はね。
そうなってくると他のところっていうのはなんでそんなんやらねえけんのんやみたいな話になってコンサバティブになるよね。そうなってくるとその要はプロパー融資を打たないっていう傾向がある。保証協会すらやらないっていう傾向になるかなというふうに思うよね。だからこの話っていうのは非常にその後がやりにくいという話になるというふうに思う。まあ、まとめるとメインバンクのポジションを取りに行こうというような残高の組み立てをしたいっていう場合に起爆剤としてプロパーをサブバンクが打つっていうケースは多いんだろうというふうに思いますよね。会長の今の話の中で支店長さんが変わると、まあ、方針が変わるみたいなお話があったと思うんですけど、うん、結構積極的に融資出そうよっていう支店長さんの後ってさっき君雄さんみたいなあの支店長さんのように締めにかかるというか出さないよっていう姿勢と交互に来るっていうのが常識なんでしょうか。これねそうなんだよ。オーソドックス積極的コンサバティブオーソドックスみたいな積極的コンサバティブみたいなこういう流れになるってケースが多いかな。これねよくあるのが営業統括部とかで残高とかを見てんだろうと思うんだよね。あとこの人を例えば役員にしたいっていう本部の中での意向があったりとかするんだよね。これあの俺が H 銀行尾道支店に行ってた時に脇本さんって人が支店長になったことがある。で脇本さん支店長になった時に俺が聞いた話よ。この時はこの人を執行役員支店長だから常務とかそういうところに上に上げたいっていうパワーがどうも働いてて、あの時は確かね尾道支店が中田マックコーポレーションっていう会社の60億ぐらいある資金を全部愛媛銀行に借り換えられて直後だったんだよね。だから2期連続とかずっと2期とか3期とかずっと暗黒の時代っていうのがあるわ。平均残高だから一回残高が落ちたらそう前期比と比べてどうかってことになるから、そう収益で目標を張ってないから当時残高で張ってたからずっとへこんでたんだよ。その時にその星野監督じゃないけど要は弱者から強者にならないといけないからやっぱり血の入れ替えっていうことを積極的にやらないといけないっていうことがあって次長クラスで星野さんっていうね MBA 取った人を呼んできたりとか、もうね、そのやっぱり事務の方で言うと事務の方でものすごいその事務棟ですごく固くやってた人を持ってくるとか、融資一部とかの、ね、例えばものすごい S 級の人とかをこう引っ張ってきて、外回りもものすごいそのよそで優秀行員取ったようなやつをこう固めたりとかね、いうようなことがあったんだよ。だそういうぐらいなんか血の入れ替えっていうことを支店長が変わった時官僚と一緒だよね、そういう感じでやるんだよね。その中の一環で俺も信用金庫から H 銀行に移籍した時に本来だったら市内のお店に行く予定だったのが脇本さんにくれって言われて、で尾道の行員になったっていうのがあるんだよね。そういうふうにまあその積極的に行くっていう時にはやっぱ本部もバックから後押しするっていうケースも結構あったりするから、俺三原支店に転勤になったものもそんな理由よ。安藤さんって人が支店長になって初めてその地区で A クラスに入ったみたいなね、野球でいうと。そこから黄金期を作っていくっていう時にしまなみ信用金庫が信金中金から資本注入を受けたみたいな話があったんだよね。その時に貸金の寄せっていう現象が発生するんだよ。どんどんこう自分のところではもう融資できませんからってことで H 銀行とかね、ああいうところにこう借り換えてもらってくれみたいな話があった時に、やっぱりその数字が作れて貸し出し先数開拓能力があって三原のことをよく知ってる人で前職がしまなみだったらベターみたいなので自分が名前が挙がってなんか言ったというふうに聞いとる俺はね。だからまあそういうふうにその時にやっぱりその人をどういうふうに上に押し上げようかっていうか引き上げようかっていうのを本部が考えてるから、やっぱり積極的な支店長の時にもやっぱりそういうふうな血の入れ替えっていうことが起きるよね。である程度その成熟してきた後に君をみたいなのが来ると大体もう任期満了でまたこう変わっていくからね。そういうところでコンサバティブな支店長が来るとやっぱりコンサバティブな人がやっぱり下に入ってきてみたいな。でもやっぱり銀行ってその失点をなるべく防ぐってことの方が加点を要は多く取るよりも大事なんだよね。石丸じゃダメなんだよ、小池じゃないとダメみたいな理由と一緒なんだよ。何もやってなくても失点がないから上に行けるみたいな。
いうのと一緒で、加点方式だとなかなか上に行かないからそういう風になる。まあ裏ではそういう動きになるから、だからその辺の動きっていうのは市の財界っていうところが動きをよく握ってるから、やっぱり財界の中心の人の話っていうのをよく聞いとくっていうことが大事なんかなというふうには思いますよね。今回のケースでサブバンクがプロパーを提案してくるっていうところになると、スタンスとしては結構もう自分たちの銀行がメインになりたいっていう思いも、まあ、結構あるんじゃないかと思うんですけども、そこを今のメインをひっくり返してそのサブバンクがメインになってもらうっていうところを考えた時に、まあ、そのサブバンクがメインとしてやってくれるのか、まあ、ある意味ふさわしいのかっていうのはどういうふうに判断していくのがいいんでしょうか。資金供給力だね、ぶっちゃけ。だからそれ自分のやっぱり会社の状況なんだよな。どっちかいうと銀行ってやっぱ使い方なんだよ。銀行に使われてる人が多いんだよね。今の話でもそうだけど、じゃあ自分ところがメインになりますからっていうことで、我らが東証一部上場企業 H 銀行がメインになったとするでしょ。だけど、まあ、H 銀行にメインが変わったら変わったで、あれ付き合ってくれこれ付き合ってくれ言ってから付き合う割に、じゃあちょっと業況が悪くなったからって言って貸しませんみたいなね、金融みたいなのが支店長になったら貸しませんみたいなことってあるわけよ。信用金庫はその時は貸さないかもしれんけど、このピークまでは借りれるとかね、例えば集金に来てくれるとか、そういうふうにこういろいろこう使い勝手が良かったりみたいなこともあったりするわけよね。だから自分がどっちを使うかよ。資金供給力をこう当てにしてるのか、うまく使い勝手がいいところを当てにしてるのかっていう、このどっちかだと思う。ちなみに基礎産業どうなっとるかいう話でしたら、これ結構おのずと答え出るかもしれない。基礎産業は地元での資金調達と東京での資金調達を分けてます、金融機関で行くと。地元はね、信用金庫と信用組合なんだよね、実は言うと。もう卒業してから H 銀行の人と取引したことないんよ、俺実言うとね。うちのあれだよ、社員がよくこう税金とか納めに行った時にバリューワンをおすすめされるぐらい。今バリューワン売ってないんだろうと思うけどねまあそういう風なことぐらいしかお付き合いがない。地銀も実を言うと相性ないんじゃないのかな。ほぼ関連会社のシェアードバリューが、まあ、C 銀行とお付き合いがあっていう感じで、地銀はどっちかいうと東京の方でお付き合いがある。例えばまあ北陸銀行とかね、ああいうところとお付き合いがあるっていう、まあ、東京の人の資金調達、例えばカフェやるとかね、そういうふうなところの資金調達と、この度うち事務所を新しく建てるから、まあ、地元の名刺というか地元の財界での立ち位置としての基礎産業という2つの顔があって、でそこでこう資金調達戦略を分けてるっていう形になってるよね。まあ、東京ではメインがやっぱ北陸銀行になるけど、地元ではやっぱり信用金庫がメインというような形になる。でやっぱりここをじゃあその地銀に取引をしてもらおうみたいなことを考えると難しいと思っとる、俺実を言うと。やっぱり人には得意不得意があるしね。あとまあ今君代もあの北川鉄工所ってところの社長をやってるんだけど、多分まさしのことが嫌いな行員は割と H 銀行には多いと思うよ。この間もちょっとあったんだけどね、電話かかってきてから、なんかカフェやってるから遊びに来いよとかって言ったら、カフェやってるのに家賃このどんぐらいか、そんな大丈夫なんですか、いうか、まあ月100万ぐらい払ってるかなとかって言ったら、もういやそんなのなんかやっていけるわけないじゃないですかみたいなことを面白がって言ってたら、いやでもうちグループで10億円超えてるから売り上げ、その辺大丈夫なんだよみたいな話したシーンってなるんで、基本だから俺がうまくいってないようになってほしいと思ってる人間が地銀は大半なんだよ。これを言ったら答えがわかるよ多分。やっぱりもともとそのやっぱり地銀出身者だから、その地銀と取引をしてるっていうわけじゃないんだよね。うちもじゃあ H 銀行を使おうっていう話にはなってこないんだよな。この度10万人突破した時の動画も出したけどね、記念パーティーやったけど、その時もやっぱり来てはもらわなかったもんな。信用金庫の部長さんに来てもらったっていうのはあるよね。そこってやっぱりその銀行の立ち位置と、どんなお客さんを銀行は好むのかっていうのがあるじゃん。でそれと自分の事業の方向性っていうところが基本マッチしてないと融資って出ないんだ。どういうことかというと、仕方がないからやるから、銀行っていうのは。もう俺もやっぱりいた時思うもん。銀行がじゃあさっき言った時に、なんで積極的プロパーの融資するんですか、担当者で行くと。
担当者が詰められるからじゃろ、詰められて仕方なくやるっていうケースが大半だと。俺は別よ、俺はトップセールス5年連続で取ったからさ、やっぱトップセールスを維持し続けるために頑張ってやったというのはあるけど、そうじゃないんだよね、大半がそういう状況。そういう風なところを見計らって付き合う相手を選びなさい。これは自分の会社が成長するにつれて付き合う相手が変わるのと一緒なんだよね。だからそういう風に成長することにおいて付き合う相手を変えましょう。そのためにはやっぱり自分が付き合うのにふさわしい人にならないといけないんだよね。そのために俺は二重と美肌の魔法使いトモコ先生に手術もしてもらうし、やっぱ見た目も良くならんといけん、痩せないといけない。やっぱり自分を常日頃管理してアスリートにどれだけなれるかということなんだろうというふうに思います。だけど大体みんな意志弱いんだよね。やっぱり常日頃見られてるってところが必要なの。そういうことでグループコンサルというのをやってるんですよね。ということでうちの会社はグループコンサルをやってるんですけども、毎月1万2000円かかります。で、5人1組のクラスと10人1組のクラスというのがあるんですけども、医者頭大体10分か15分ぐらい私と話をしているという状況です。さまざまな経営に対するお悩みということにお答えしてるんですけども、今110社ぐらい参加してて200社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。それと別にですね、うちの会社資金繰りのチャンネルなんですよね。だから今資金繰りが苦しいとか資金調達したいとかいう人のために個別面談コースというのを用意しております。個別面談コースは30分4万8000円いただいてるんですけど、財務資料からなんかで一通り全部見てます。うちが資金を持ってんだよね。だからうちが資金をつないであげることによって出口まで持っていくってことをやってるので、こちらはね今35社ぐらい参加してるんですけども、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。最後にね、そうは言っても最初は無料相談がいいと思うんですね。無料相談の場を用意しておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。1000万やったら50万ね。同じ1000万で 3% って言っても、毎月こう下手すれば毎月こうロールするってこともあるんだ。最後まで見てもらってありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。資金繰り経営のご相談は概要欄からお願いします。公式 LINE 始めました。各種セミナーの案内をやっておりますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。